226事件。1936年2月26日に起こったこのクーデター未遂事件では、決起した青年将校らに訓足の官とみなされた政府の重臣らが次々と襲撃された。決起の動機としては農村の疲弊を放置し政争に明け暮れる政治家に対する不満が挙げられるが、それだけではなく軍内派閥の対立、特に行動派と統制派の対立が影響していると言われている。また昭和天皇の一貫した反乱鎮圧という姿勢の裏には、実弟である秩父宮康仁親王が事件に関与しているという疑惑を抱いていたことが原因という説もある。今回の歴史散歩は226事件クーデターの黒幕はと題してお送りします。日本経済は第一次大戦後の戦後恐慌、関東大震災後の震災恐慌、それらによって銀行が抱えた不良債権による昭和恐慌で疲弊し弱体化していた。1929年、その疲弊しきった日本経済を米株価大暴落による世界恐慌が襲った。特に農村部は深刻で、世界恐慌によって生糸の輸出が急減し、さらに凶作が続いたため、貧困の末に娘を身売りする農家もあるほどで、これらは社会問題化していた。大恐慌に対応できず、与野党の政争に明け暮れる政治家に世論は失望を抱くようになっていった。特に農村部出身の青年将校は農家の惨状を見聞きしており、政財界への嫌悪を募らせていった。そんな中、1930年、昭和5年11月には浜口首相が暴漢に狙撃され殺害された。1931年には3月事件、10月事件というクーデター未遂事件が相次いで起こった。これは橋本金五郎中佐を中心に活動する桜会のメンバーに思想家大川周明などが加わって計画されたクーデター未遂事件で、3月事件では計画実行寸前に計画に前向きと思われていた当時の陸将宇垣一成が躊躇したため計画は頓挫した。しかも計画が軍に露呈するものの、橋本や大川に何のお咎めもなかった。このため橋本らは再びクーデターを計画。これはあっさり憲兵隊に露呈し、橋本らは全員検挙された。続いて憲兵隊は桜会を一斉検挙し、桜会は事実上解散状態となった。しかし陸軍上層部は軍の不祥事発覚を恐れて彼らを微罪で済ませ、事件のもみ消しを図った。首謀者の橋本金五郎でさえ25日の謹慎というありえない軽さで、しかもその後通常任務に戻っている。同年9月には満州事変が勃発。日本は泥沼へと足を踏み入れてしまう。1932年の2月から3月にかけて決明弾事件と呼ばれる連続テロ事件が発生し、2月には浜口内閣の蔵書井上淳之助、3月には三井財閥の総帥段卓馬が暗殺された。犯行グループの決明弾のメンバーは宗教家で過激派の井上日照の思想に洗脳されたカルト集団だったと言われている。この頃、宇垣一成陸将が3月事件への関与や宇垣軍縮で陸軍内での求心力を失うと、反宇垣勢力の一派で佐賀の左遣党のメンバーを中心とする荒木貞夫、正木仁三郎のグループが勢力を拡大する。佐賀の左遣党とは宇都宮太郎をリーダーとする佐賀県出身者を中心とした軍内派閥で、左遣とは刀を刺している左肩を突き出して威張って歩く様を表したものである。もっとも荒木貞夫のように佐賀県出身以外の者もいた。この中で特に軍内での求心力を増していた荒木貞夫を陸将に推したのが、意外にもあの永田鉄山だった。当時はまだ巨大派閥一石会が存在しており、この会の中心メンバーである永田は陸軍内でも発言力があった。永田は荒木に陸軍の改革を期待したが、荒木は改革どころか自分の取り巻きで要職を固め、反対する者は徹底的に排除するという凄まじいまでの人事を断行。さらに第一師団に荒木の過激思想に同調する将校を集めるという始末だった。その過激思想とは、日本軍は天皇陛下直属の軍、すなわち皇軍であり、法律に従う義務すらない。よって君主の周りで悪事を働く政財界人、いわゆる訓足の官を武力で排除してよいという思想で、後に行動派という名称の由来になったとも言われている。また226事件の決起将校の多くが第一師団に所属する将校であることを考えると、ある意味後の大戦に至る悲劇のきっかけは陸将時代の荒木貞夫にあるとも言えなくもないのである。
この頃から天皇新政、昭和維新を主張する荒木正樹の派閥を行動派と呼ぶようになり、総力戦に備えた陸軍近代化を目指す永田鉄山を中心とした反荒木派を統制派と呼ぶようになった。また行動派が対ソ連を意識した北進論を主張するのに対して、統制派は南方資源確保を目的とした南進論を主張した。1932年1月、関東軍は満州全土の制圧を完了。3月1日には清朝のラストエンペラー戦闘帝溥儀を執政に迎え、傀儡国家満州国を建国した。そして1932年5月15日に起こった五・一五事件では、満州国の承認に反対していた犬飼首相に不満を持つ陸軍士官学校の学生や、ロンドン海軍軍縮条約締結などで既存の政治自体に不満を持つ海軍青年将校らが、クーデターによる国家改造を目論んで首相公邸や警視庁などを襲撃、犬飼首相と警官1名が殺害された。犯行グループの中には貧困にあえぐ農村への政府の対応に不満を持つ陸軍青年将校などもいた。実際クーデターを起こした青年将校のうち、農村部出身の陸軍青年将校らは裁判で東北の農村の窮状と政財界の腐敗を涙ながらに訴え、傍聴していた市民からも情状酌量を求める声が飛ぶなどして、かなり軽い判決が下された。この甘い判決によって行動派青年将校によるテロやクーデターを助長することになる。またこの事件によって政党政治が終了し、軍部が政治に介入するきっかけとなった。翌1933年3月、日本は満州国に対する国際連盟の決議を不服として連盟を脱退し、対外的孤立を深めていく。1934年、愛新覚羅溥儀が初代皇帝に即位し、満州国から満州帝国となった。1934年には陸軍士官学校事件が発生。これは行動派青年将校と陸軍士官学校生によるクーデター未遂事件だが、中心メンバーの磯部朝一、村中隆次らは後に226事件を起こす。磯部、村中は本件で服役中もこの事件が統制派のでっち上げだと主張し続けた。同年、過激化する行動派青年将校を制御できなくなった荒木陸将が病気を理由に辞職すると、彼は陸将の後任に盟友正木甚三郎を就任させようとした。しかし正木の評判は極めて悪く、彼を嫌う官員の宮琴人親王や統制派の将校などから陸将就任を阻止されて教育総監に追いやられ、翌年にはその教育総監も更迭された。この後、教育総監更迭事件要点や軍閥重臣閥の大逆不貞と題する怪文書が出回ったが、内容は正木更迭の黒幕として統制派を強く非難するものであった。そして同年8月、行動派青年将校に共感する相沢三郎陸軍歩兵中佐が統制派の軍務局長永田鉄山少将を陸軍省軍務局内において白昼に視察した相沢事件が発生する。これは相沢が陸軍士官学校事件でっち上げ説や正木更迭に関する怪文書に触発されての犯行で、それらの黒幕が永田少将だと思い込み、午前9時45分ごろ軍務局長室に突入して軍刀で切りかかり少将を絶命させた。しかしこの状況にもかかわらず、事件現場にいた軍人たちには相沢に対して同情的な態度を取る者も多かった。例えば永田鉄山の一の子分と言われた新聞班長根本博史大佐が相沢に駆け寄ってきて黙って固い握手を交わしたという。調査部長だった山下は相沢の背後から落ち着け落ち着け静かにせにゃいかんぞと声をかけたとされる。こうした陸軍省内の様子を見て相沢はありがたい、維新ができたと内心感激したという。この事件によって行動派に共感する青年将校の間で我々も行動を起こさなければという雰囲気が増大していくが、そんな中で起こったのがあの226事件なのである。1936年昭和11年1月28日、磯部が正木邸を借金依頼のため訪問。後の裁判で磯部はこの時の正木について次のように証言している。統帥権甲板について決死的な努力をしたい。閣下に置かれてもご努力願いたいのです。うん、俺もやるんだ。つきましては金をお借りしたいのです。どれくらいいるんだ。1000円ぐらいあれば。それくらいならなんとかなるだろう。俺は貧乏しているので金がないから物でも売って作ってやろう。またこの時正木は何事か起こるなら何も言ってくれるなと言ったとも言われている。この訪問によって磯部は正木も自分たちの行動を容認していると確信し、決起を実行しても厳罰に処されることはないと考えるようになった。
1936年2月22日、行動派に同調する青年将校が多く所属する第一師団の満州移中命令が同師団に下された。もちろんこれは昭和維新を主張する青年将校の牙城となっていた第一師団を軍上層部が危険視し満州へ追いやろうと画策した結果であったが、皮肉なことに計画には懐疑的だった青年将校までも決起に同意する結果となり、第一師団の満州移中前にクーデターを決行することになったのである。そして行動派に同調する青年将校らの動向を密かに調査していた片倉忠によれば、事件3日前に決起首位書を見せるため山下宅を訪ねた安藤輝三大尉、野中四郎大尉に対し、当時少将だった山下は、岡田はぶった切らんといかんなとか、もっと赤の取れた案を持ってこいなどと冗談とも取れるものの、もはや決起を容認しているようにしか思えない発言をしてしまう。この時山下や正木がどの程度決起計画を本気に取っていたかは不明だが、結果的に彼ら将軍たちの態度は決起を容認したという印象を青年将校らに与えた。そしてついに事件当日を迎える。1936年、昭和11年2月26日未明、記録的な大雪の中、決起青年将校らは歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、近衛歩兵第3連隊、野戦重砲兵第7連隊等の一部1483名の兵士を率いて襲撃を開始。首相官邸を栗原隊が襲撃、首相と誤認して岡田の義弟松尾伝蔵を射殺。岡田首相は女中部屋の押し入れに隠れて難を逃れたが、官邸が決起部隊によって占拠されていたため、翌夕弔問に訪れた客に紛れて脱出した。赤坂の大蔵大臣邸を中橋隊が襲撃、高橋惟清蔵将を射殺。堺隊が四谷の斎藤誠内大臣の私邸を襲撃、斎藤内大臣を射殺。安藤隊は麹町の侍従長官邸を襲撃、鈴木貫太郎侍従長に重傷を負わせる。野中隊は警視庁を占拠、入隊は陸軍省、陸軍大臣官邸、陸軍参謀本部を占拠。高橋隊は荻窪の教育総監渡辺丈太郎指定を襲撃、渡辺教育総監を射殺。民間人を主体とする河野隊は神奈川県湯河原の別邸にいた前内大臣牧野信明伯爵を襲撃した。牧野伯爵は警護の皆川巡査が裏口から避難させて助かったが、皆川巡査は撃たれて殉職した。わずか数時間の間に日本の中枢が決起部隊によって占拠されるという事態に発展した。しかしこの後、東京警備司令官の樫井康平は軍の相打ちを嫌がって近衛師団を全く動かそうとしなかった。これは樫井中将が行動派で決起将校らに同情的であったことも影響していると思われる。また一方の電話を受けた山下智之の義妹によると、山下は隣の部屋から飛んでくると電話を引き継ぎ、何やったかと大声で叫び、その後は沈黙したという。彼女によると、山下は陛下の軍隊を自分たちの目的のために使うなんてもってのほかだといかにも悔しそうに言ったというが、この後の山下の行動や発言を見ると、決起将校らに対して悔しがっていたようにも憤慨していたようにも思えないし、むしろ同情的だったと言える。一方、正木甚三郎大将は早朝4時過ぎにはクーデター発生の情報を得ていたが、なぜか3時間動かず、午前8時半ごろになってやっと決起部隊が占拠する陸軍大臣官邸に向かっている。磯部朝一が獄中で記した行動記や磯部の裁判記録には、出迎えた磯部らに対し激励する正木の姿が記されている。閣下、東水県甲板の賊を撃つために決起しました。状況はご存知でありますか。とうとうやったか。お前たちの心はよーくわかっとる、よーくわかっとる。どうか善処していただきたい。磯部はこの時の正木について、明らかに決起将校らの行動を認めるような態度だったと証言している。さらに正木は官邸内で動揺する川島陸将に対し戒厳令を出すように提案する。その後、正木は伏見宮博康王と共に宮中へ参内し、天皇陛下から維新の大将官髪と正木を主犯とする組閣の大命降下を得ようとした。しかし昭和天皇は全く取り合おうともしなかった。実はこの時すでに天皇はクーデター鎮圧の意思を固めていたからである。一報を聞いた昭和天皇は、とうとうやったか、全く私の不徳の致すところだと言って、しばらくは呆然としていたが、直ちに軍装に着替えて執務室に向かったとされる。また作家の半藤和俊氏によれば、昭和天皇はこの第一報の時から決起将校らを賊軍と呼んでおり、激しい敵意を持っていたことがわかる。
それを知る由もない青年将校たちは、決起主義書の上層、維新の大将官髪、正木への大名降下という計画を立てており、それを実現すべく正木や川島陸将に協力を要請した。この後川島陸将が午前10時過ぎに皇居に参内し、天皇陛下の御前で青年将校らの要望通り決起主意書を読み上げた上で、事態鎮静のために強力な内閣の組閣を上奏した。これに昭和天皇は、陸軍大臣はそういうことまで言わなくてもよかろう、それより反乱軍を速やかに鎮圧する方法を講じるのが先決要件ではないかと冷たく突き放した。川島陸将は昭和天皇の予想外の反応に驚き驚愕した。そして事件の一報を受けて宮中に参内し始めた陸軍の上層部の面々にも、この昭和天皇の怒りと決意が伝わり始め、正午過ぎに宮中東だまりの間で軍事参議官会議が開かれた。この会議には軍事参議官である荒木貞夫、正木甚三郎、林千十郎、阿部信行、西義和、上田健吉、寺内久一、さらに浅香宮康彦を、東国宮俊彦を、官員宮琴人親王に加えて、本庄茂侍従部官長、川島義行陸軍大臣、杉山一参謀次長、加士井康平東京警備司令官、村上慶作軍事課長、そして当時陸軍省軍事調査部長だった山下智之少将も陪席した。この会議では友軍の同士討ちを避け、決起将校らを穏便に撤退させるための説得工作である、いわゆる陸軍大臣告示が作成されることになった。山下少将が文案を作成、しかしこの文の内容をめぐって統制派の杉山一参謀次長が、決起青年将校らの行動を容認するような文言には反対だとし、文章の修正が行われた。修正前の山下案で特に問題となった箇所は第2項で、2、諸氏の行動は国体権限の至上に基づくものと認む、お前たちの行動は国体を明らかにしようとする真心に基づくものと認める。この文中の諸氏の行動という箇所について、決起将校らの行動を認めるような文章は問題だとして、諸氏の真意に修正された。そして陸軍大臣告示から単なる談話に近い陸軍大臣寄りになった。これを加士井中将が電話で東京警備司令部に伝達、午後3時20分全軍に加達された。しかし加達された内容はなぜか陸軍大臣寄りから陸軍大臣告示に戻され、諸氏の真意も諸氏の行動に再び戻されていた。また山下少将は午後3時過ぎに決起将校らが占拠する陸将官邸に出向き、やはり修正前に戻された陸軍大臣告示を決起将校らの前で3度読み上げた。さらにほぼ同時刻の午後3時、軍隊に対する告示が東京警備司令部から出された。これはクーデターを起こして政府施設を占拠している決起部隊を正規の部隊として認め、占拠地域の警備部隊とする命令で、これらによって決起将校らは自分たちの行動が天皇陛下や軍上層部に義軍として認められたと判断してしまい、結果的に事件の解決を遅らせる原因となった。この陸軍大臣告示へのすり替えと軍隊に対する告示の発令の両方に加士井中将が関与している可能性があり、彼は事件後決起将校らに同情的な対応を取ったことの責任を問われて予備役となった。翌日27日になっても軍は相打ちを嫌がって動く気配がなく、昭和天皇の苛立ちと怒りは頂点に達し、その矛先は未だ決起将校に同情的な武官や大臣に向かった。決起将校の国を思う精神は認めてほしい旨を奏上した本庄茂侍従部官長に対し、昭和天皇は朕が頼りにしている重臣を殺戮するような凶暴な将校らをたとえ精神だけであろうとも許すつもりはないと一蹴した。この後も本庄は計13回も昭和天皇の御前で将校らの精神を認めてほしいと上奏したが、昭和天皇は取り付く島も与えなかった。さらに午後0時45分に拝謁に訪れた川島陸将に対して昭和天皇は、朕が最も信頼する重臣をことごとく倒したことは真綿で朕の首を絞めるに等しい行為であると述べ、未だ決起将校に同情的な陸軍上層部に激怒し、軍が鎮圧に動かないことに関しては陸軍が躊躇するのなら自ら近衛師団を率いてこの鎮圧に向かうと激しい口調で反乱鎮圧の決意を示した。さらに午後1時過ぎ、亡くなっていると思われていた岡田首相が官邸から救出されたことが判明し、岡田内閣存続が確定。昭和天皇の怒りと決意、そして岡田首相の生存確認によって陸軍内の雰囲気は一気に反乱鎮圧へと動き出した。
午後3時50分、事態の一刻も早い解決を求める天皇の強い意向に沿って戒厳令が発布され、千代田区の九段会館に戒厳司令部が置かれた。28日午前5時8分、ついに決起部隊を所属原隊に撤退させよという天皇の奉勅命令が下達された。これ以降、カシーは手のひらを返すように強硬姿勢を取り始める。そして山下といえば、決起将校らから慕われており、山下も依然同情的ではあったものの、ことここに至っては彼が青年将校らにしてやれることはもうなかった。この日の正午、山下は決起将校らに現在の彼らの置かれている立場を説明するとともに自決するよう説得。決起将校らも説得に応じて自決を覚悟し、山下は彼らの自決の場に勅使の左遣をしてもらうよう本庄侍従武官長を通して昭和天皇に奏上した。山下は彼らにあくまでも義士としての殉死の場を与えてやりたかったのである。これに対し天皇は、自殺するならば勝手になすべく、このごとき者に勅使などもってのほかなりと非常な不満を示して本庄を叱責した。このことは昭和天皇の山下に対する印象を著しく悪化させた。勅使の左遣が拒否されたことや、占拠していた料亭行楽で自決の決定事項を聞いた安藤照蔵大尉が激怒して拒否したことなどから、決起将校らは自決を撤回、同時に部下の下士官兵の帰営の決定事項も拒否することになり、そのまま占拠を続けることとなった。翌29日午前5時10分、討伐命令が発せられ、午前8時30分には攻撃開始命令が下された。戒厳司令部は近隣住民を避難させ、同時に投降を呼びかけるビラを飛行機で散布。午前8時55分、勅命下る、軍旗に手向かうなと記されたアドバルーンも上げられ、ラジオで兵に継ぐと題したあの投降勧告が放送された。兵に継ぐ、勅命が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対服従をして誠心誠意活動してきたのであろうが、すでに天皇陛下のご命令によってお前たちは皆原隊に復帰せよと仰せられたのである。この上お前たちがあくまでも抵抗したならば、それは勅命に反抗することとなり、逆賊とならなければならない。正しいことをしていると信じていたのに、それが間違っておったと知ったならば、いたずらに今までの雪がかりや以上からいつまでも反抗的態度をとって天皇陛下に背き立てまつり、逆賊としての汚名を永久に受けるようなことがあってはならない。今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗のもとに復帰するようにせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。お前たちの父兄はもちろんのこと、国民全体もそれを心から祈っているのである。速やかに現代の位置を捨てて帰ってこい。家臣中将、また師団長をはじめとする直属上官が涙を流して説得にあたり、これによって反乱部隊の下士官兵は午後2時までに原隊に帰った。残されたのは事件を起こした決起将校らのみとなったが、彼らに待っていたのは直属の上官や軍上層部からの自決させようとする圧力だった。陸軍首脳部は自決を想定して30余りの棺桶を準備する始末であったし、この時の山下の対応にしても、投降した将校らに対して軍刀の所持のみ認めるとし、覚悟はできているかなどと暗に自決を促したため、俺たちに腹を切れということかと将校らを激怒させた。特に野中大尉が強く反対、法廷で真相を明らかにして自分たちの行動の真意を訴えるべきだと主張し、他の決起将校らも野中大尉の説得に応じて法廷闘争を決意した。しかしその時、野中大尉が逆に軍から自決するように説得に来ていた第一師団の上官3人に無理やりに外へ連れ出され、その直後に自決。このような状況から当時の決起将校らは、野中大尉の自決はありえないとの意見で一致していた。さらに自決の方法としては数少ない自ら胸を撃ち抜いての自決だったことなどからも、現在でも他殺が疑われている。さらに同日、事件には直接加わっていない民間人の北一騎と西田貢も逮捕された。これによって決起に流行る青年将校が思想家の北や西田にそそのかされたという発表がなされ、正木など行動派の関与が隠蔽された。また事件後、牧野前内大臣の襲撃に失敗して負傷し病院に収容されていた河野大尉が院内で自決を図り、翌日息を引き取った。結局自決した2人以外の決起将校らは北、西田と共に裁判に臨むことになったが、その軍事法廷はというと一審即決、弁護人なし、
非公開という形で開かれた。これは昭和天皇の強い意向があったためとも言われているが、むしろ事件後陸相に就任し、この軍事法廷を指揮した寺内久一大将によるところが大きい。寺内陸相は陸軍上層部の関与を隠蔽する目的で終始裁判に介入した。実際この年の第69回帝国議会秘密会で寺内陸相は陸軍大臣の告示というものはなかったのでございますと答弁している。そして判決は決起将校らのうち17名が極刑となり、6名が無期禁錮刑、加えて北一騎、西田貢も極刑となった。この裁判において裁判長は北と西田は事件に直接の責任はないとして不起訴ないしは執行猶予の軽い禁錮刑を言い渡そうとしていた。しかし寺内陸将が介入し、両人は極刑にすべきである、両人は証拠の有無に関わらず黒幕であると主張するなど強い圧力をかけたと言われている。最も決起将校との共謀を疑われていた正木甚三郎は最終的に反乱幇助罪で軍事法廷に起訴されているが、起訴に至る前の憲兵隊の6回の取り調べではデマだ、けしからんと頭ごなしに否定するばかりで、まともに取り調べに応じようとしなかった。またその裁判でも磯部朝一の証言に対して俺もやるんだなどと言ったことはありません、磯部のような浪人に対してそのようなことを言うはずはありません、金の問題について私が家のものを売ってでも準備すると言ったことはありませんと否定するなど、磯部の証言一つ一つについて記憶と相違している、わからないなどと証言し続け、証人として出廷した磯部を呆れさせた。もっともこれは磯部の証言が真実とした場合であり、真相はわからない。現に当時正木大将の護衛だった憲兵隊金子伍長の戦後の証言によると、正木大将はお前たちの気持ちはよーく分かっとるなどとは全然言っておらず、バカ者なんということをやったかと将校らを叱ったと証言している。しかしながら事件当日、正木は決起将校が占拠する陸将官邸に旭日大綬章の勲章をつけ正装の軍服で出向いており、おそらく天皇陛下から組閣の大命降下を拝するつもりでいたと思われる。また事件の一報を聞いてから3時間動かなかったのもクーデターが成功するかを見極めていたからではないかとも推測できる。結局裁判で正木と磯部は壮絶な法廷バトルを繰り広げたものの、最後は寺内陸将の介入によって正木は無罪となった。しかしこの後正木は軍内だけでなく一般市民からも事件の黒幕というイメージで見られ続けることになる。また決起将校らに同情的な態度を取った加士井中将も反乱幇助で訴追が検討されたが、やはり寺内陸将の介入で不起訴となる。しかしこれで終わりではなかった。このあと寺内陸将による徹底的な粛軍が行われた。まず事件当時に軍事参議官であった陸軍大将のうち荒木、正木、安倍、林が予備役編入となり、これは事実上軍解雇を意味した。続いて事件処理の不手際の責任を取る形で川島と加士井も予備役に編入。また終始決起将校に同情的だった本庄茂侍従部官長が辞任し、その後予備役に編入された。本庄が干される原因となった青年将校の国を思う精神は認めてほしい旨を幾度も天皇に奏上した、いわゆる御前に進むこと13回には理由があった。実は本庄の娘婿は決起将校の一人山口一太郎大尉で、なんと本庄は山口から事件について知らされており、当日には襲撃される要人のリストも得ていた。本庄が襲撃リストを知ってすぐにその要人たちに連絡していれば、襲撃時刻の遅かった渡辺丈太郎教育総監は助かっていたのではないかとする説もある。そして極めつけは陸軍全将校8000人のうち2000とも3000とも言われる将校を予備役に編入もしくは遠方へ左遷したことである。この寺内陸将による粛軍人事で行動派は一掃され、統制派が陸軍の要職を占めるようになる。以降軍部が軍部大臣現役武官制を乱用するなどし、軍政化がさらに進んでいった。山下については予備役編入は免れたものの、勅使の左遣を願い出た件で昭和天皇の信頼を失い、山下自身も奉公の支えをなくしたとして軍退役を考えていたが、川島陸将の遺留もあって朝鮮流山の歩兵第40旅団長への転任という形で軍人を続けることにした。だが以降の山下は陸軍の主流から脱落しただけでなく、終戦まで東京から遠ざけられほとんど内地に戻ることができなかった。そして昭和天皇については事件発生当初から決起将校らを賊軍と呼び終始厳しい態度だったが、
その理由として側近の重臣がほとんど襲撃されており、昭和天皇一人で決断しなければならない状況であったことや、ロシアのようになりましたねと発言したと言われているように、皇室がロマノフ王室と同じ運命をたどることを危惧していたのではないかという推測ができるが、一説には弟の秩父宮康仁親王と決起将校との親交が関係しているのではないかとも言われている。秩父宮康仁親王と決起将校たちとの関係については、陸軍士官学校の同期に西田光義、第一師団歩兵第三連隊の中隊長を務めた時の部下に安藤輝蔵がおり、この二人を介して他の決起将校との交流もあったため、思想的にもかなり影響を受けており、村中高次を伴って北一騎を訪問したこともあったという。また本庄の日記によると、秩父宮康仁親王は昭和天皇に対して申請の必要を説き、憲法停止も考えるべきと意見したため激論となったというのだ。このような状況から昭和天皇の意向により青年将校から引き離す目的で、1932年9月に秩父宮を陸軍参謀本部第1部第2課に転封。さらに1935年8月には青森県弘前市の歩兵第31連隊第3大隊長に任ぜられ、東北へと遠ざけられた。ところが事件当日、一報を知った秩父宮康仁親王は列車に乗り込み東京へと向かったのだ。これを察知した憲兵隊が警護の名のもとに大宮駅で列車に乗り込み、決起将校らと接触しないように半ば強引に上野駅から皇居へと連れて行った。皇居で昭和天皇は秩父宮に、何をしに来たと激怒し、このあと秩父宮康仁親王は陛下に叱られたよとうなだれていたという。実はクーデター成功の暁には行動派内閣成立後、昭和天皇に退位してもらい、秩父宮康仁親王が天皇に即位するという計画があったとも言われているが、あくまで噂の息を出ない。また秩父宮康仁親王は決起将校らの資金源の一人だったとする説もある。いずれにしても昭和天皇にとってかなりのトラウマとなる出来事だったようで、事件41年目の1977年2月26日に側近に対して治安は何もないかと尋ねていた。また1981年には当時の警視総監にいろいろな重要な施設等防寒、例えば226のごときおり十分防護は考えていようねと尋ねている。結果的にこの事件は日本に大きな傷跡を残した。そして皮肉なことに、このあと日本は南進論を主張する統制派が権力を独占することで米英との衝突に至り、国家自滅の道を歩むのである。長くなりましたので本動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。